こんにちは、Pです。ハリーポッター魔法の覚醒、禁じられた森、ソロ探索、星レベル22です。はい。一度ね、携帯の方でね、ポチポチやったら勝てちゃったんですね。だから難易度はそれほど高くないかもしれないです。はい、デッキ見てください。基本的にはね、戦略的にオパールアイがほぼね、最後まで生きてますから、なるべく出したいですよね、数をね。はい。それ以外はね、基本呪文系ですね。はい。数が多いね、感じですね。だからそれをね、いかに処理できるかかなって思ってます。オフリングにしてもね、はい、2000両をまとめて。はい。ベンタスはね、やっぱり迫ってくるからね、はい。有効だと思います。ね、グローブ、ロンと、ハマヨニ。最後はね、ハマヨニで。かな？待って、ここに行かないうちにね、倒せちゃう気もします。はい。で、共鳴はハグリッドなんですけど、これもね、特別ローンくらいかな。あ、インセンディは入ってますね。うん。他のはあんまり効果がなさそうですね。私が持ってる中で一番評価が高い。な？はい。これが前回のかな？いや、違うな。あれ？ちょっとわかんなくなっちゃったぞ。前回、いや、違うな。はい、じゃあこれですね。前回で一緒かもしれないですね。はい。では、いきます。立ち回りはね、ドットダメージっていうのかな、地形ダメージが多いからそれを避けつつ、はい、オパールアイを出していく感じです。はい。はい。魔法書レベルが1高いんですね。75、あ、45ということですね、ここね。はい。この先からうめき声が。最初に来ましたね。いいですね。あとターゲットちょっと取ってもらって。エクスパルソ。かなりね、生きてます。オパールアイが。ベンタス。あ、いいですね。インセンディオ。いいですね。インセンディオが来ました。ライン2匹目来ましたね。オフリンゴ。あー、もう来てたね、今ね。もったいなかったな。バーライね。はい、で2匹目行きます。ちょっと、ロンにね、ターゲットもらいましょう。はい。行くかな。3匹目がまだ来ない。あ、次ですね。次か。はい、じゃあ3匹目オーバーライ。まだ2匹生きてますよね。はいはい。あ、1匹がここにいますよね。はい、3匹いますよね。はい、維持できてたと。ほんとね、これはね、それほど難しくない気がします。バーライだけね、意識してるぐらいでいいのかなと思いました。はい、受け取れる報酬がありません。ないです。はい、はい、星レベル22でした。これはいいですね。このぐらいでいいと思うんですけど。はい。じゃあ、またです。バイバイ。